はい、どうも、ニュージーの皆さん、どうも、はじめまして。ルアーコレクターの、高橋です。職業ルアーコレクターといいますか、そうですね、明日ちょっとイルカ池の方にね、初めてですね、私、イルカ池には一回も行ったことなくて、で、イルカの方にですね、明日、2馬力船といいますか、ボートですね、ボートの方乗って、ちょっとでかいバス、仕留めていこうかなっていうところなんで、ちょっとそのためにね、いろいろなルアーをちょっと、持っていこうかなみたいな感じで、ちょっと今ね、倉庫からポッとひっくり返してきて、以前買って、まあルアーこんだけじゃないですけどね、ルアーもう自分結構ね、家がもうなんていうのかな、コレクションみたいなコレクターになってて、もう全部使い切れるわけないんですよ。ルアーだけで1万個以上持ってますから、もう全部使い切れるわけないんですけど、集めちゃうのがコレクターなんですよね。なんで集めちゃうかっていうと、これ例えばこれがめちゃくちゃ釣れるとするじゃないですか、ね、LG シャットっていうのも入れ食いルアーになってくるんですけど、これでカラーでこれホワイトがクリアが釣れるとなった時に、これ欠品したら大変なことなんですよ、ね、釣れなくなっちゃうわけだから、だから予備で揃えておいてずっとこう眺めておくっていうか、まあ、これがコレクターあるあるですね、はい、でイルカの方でね、ちょっと巻き、この LG シャットで朝一ちょっと巻いていって、まあこれ何動画買ったかっていうと、エビスルーみたいな形なんですよね。ピボット50みたいな感じで、5センチで 4.5 グラム。で、動きがこういう形で、シャロー界隈これでちょっとね、探るときに、このルアーちょっと使っていこうかなって、LG シャットを揃えました。で、底もんですね。このエスケープティーンのね、チビの方。まあ、これでちょっとイルカ池のバスちょっと狂わしちゃおうかなみたいな。で、これでも食わなかったら、最終このフリックシェイクのノーシンカーで、5メーターラインで、ふわわわわーっつってね、この自然な形のフォーリングで、これちょっと食わしちゃおうかなと思ってます。はい。これね、LG シャット。僕結構ハードコア好きなんですよ。なんで好きかっていうと、これ安いんですよね。安くて釣れるとから大好き。うん。これいいルアーですよ、これね。うん。まあ、動きはどういう動きするかっていうと、エビスルーと同じような動きしますね。まあ、エビスルーつってね、話通じるっていう人は、まあ、まあまあの高橋マニアだなっていう。エビスルーつって反応なかったら、まあ、高橋のこと知らねえなと思うんですけど、まあ、エビスルーですよね。で、このエビスルー界隈、このクリア界隈で、この形、泳ぎがすごくエビスルーに似てる、ピボット50に似てるような、まあ、ちょっとこれね、このティップが大きいので、ウォーブリングがちょっと派手になるんですね。エビスルーはもうちょっとタイトな感じで、トン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 トタイトに来てたんだけど、このはちょっとこうワイドスクリーンになってるんで、タイトというか、ちょっとこれ、ちょっとこれ、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 千鳥足みたいな。これでも入れ食いになります。はい、でですね、ラパラのルアー使ってる方は結構ね、中年の方に多いのかな。若者でラパラに凝ってるとかってあんまりいないと思うんですけど、うち結構ラパラのルアー大量にあって、まあ使ってない、使い切れないほどあって、まあ、観賞用に、まあ、持ってるわけなんですけど、まあ、こういうね、ディープランナー。ね、深いラインを攻める。で、明日ダムなんで、このね、グローピンクのスクエアとかで、もうイルカ池のバス狂わしちゃおうかな、もうちょっと。ディープランナーね。はい。これディープランナーに関して、まあちょっとね、これ見るんですけど、1.2 メートルから 2.7 メートル。まあ最大で 2.7 メートルぐらい潜るよと。で、16分の3オンス6グラムで。まあ飛距離というかもうピン打ちですね。で、シャロー界隈打ってって、まあこの時期、岸際に魚が寄ってるかどうかわかんないです。ただ打って岸際打ってブーッと潜らした時にシャロー界隈にねデカバスいたら、まあ、バックンチョ来るんで、でこのラッパラのルアーめっちゃ釣れますよ。うん、この間菊池さんがね、このルアーだったかな、これを使って、20匹ぐらい釣ったかな、25匹これだけで、うん、1ヶ月前か1ヶ月前某ダム湖でこのルアーを使って25匹作っちゃったっていうね、カットテールよりもこっちの方が釣れたっていう、その日はまあ壺に入ったね、その日の状況によって一番釣果がいいルアーを使っていくっていうのが、まあルアー研究家のいいところですよね。かっこよくないですか、このシャッドダンサーっていうのがすごい釣れるんですよ。これが一番反応良かったね。まあ、状況にもよるんだけど、ね、2.1 から3メーター潜りますよっていう、8グラムあって、まあこれ飛距離もそこそこで、これめちゃくちゃ釣れます。ダムでおすすめですね。まあこの辺も全部、これもディープ、これはディープランナーね、ディープランナーどうなってる、これも 1.2 か 2.7 メーターだね、同じぐらいだね。
まあ、この辺の界隈の、ディープランナー 2.7 メートル潜るというルアーを使ってね、バス狂わしちゃおうかな、もう色違いだな全部。あ、これはちょっと違う、 2.1 から 3 メーター、ラパラでもいろんな種類がありすぎてね、よくわかんないっていう、これね、まあ同じような、まあ大体一緒だよね。まあでもこうやって見ると、例えばこれね、ディープランナーはこれだけど、ルアーの形が全然違うね、これ。ほら。ね、だからこの泳ぎ方とかも全然変わってきます。これスタイルによってね。うん。シャッドダンサー。ということでね、ちょっともうドバミン出ちゃったんで、また今日も明日もね、釣りですよ。うん。早朝、今5時、いや4時半に家出て、今1時なんですけど、寝てないですよ。2時間で仮眠取れば十分なんで、自分のはね、ショートスリーパーなんで、で、1時寝て2、3時間寝て、で、まあ、朝4時半に起きて、でそのまま出発して、朝6時半からバーンでイルカ池にやっていきます。で、まあ、この釣果がどうか分かんないけどね、今回に関しては、まあ、坊主釣果だったら、もう動画アップしないかなと思ってます。はい、でかいバスが取れた時だけ動画がアップされる。イルカ池釣果に関してはどでかいバスが出た時のみ動画が公開されます。でもしどでかいバスが出なかったら、まあ動画は公開しないですね。はい、やっぱりお客様に見ていただくっていうかさ、 YouTuber でもさ、何でも動画上げりゃいいってもんじゃないから、今の時代はやっぱり視聴者の人が見てもらって感動できるような映像しか自分出したくないんでね、まあそこら辺ちょっと加味して、まあでかバス出なかったら、まあ却下だね、動画アップしません。まあ、動画アップされたってことはどでかいのドーン出てるんだなって思ってもらったらいいかなって思ってます。